こんにちは、デザイン部の久保田です。今回は活動量計のカバーについてご紹介いたします。こちらがタニタの社員証です。ご覧の通り活動量計が社員証になっております。オフィスの入館証にもなっているので必ず毎日持ち歩いて歩数を確認しています。顔写真や名前が入っているので通勤時や休日などはカバーをつけて持ち歩いています。今回私は自宅にあった毛糸でカバーを作ってみました。こちらになります。サイズがぴったりになるように計算して作っているのでかぶせるとこのように収まります。ちなみにこのような市販されている椅子の足カバーを使っている従業員もいます。さらにこの中に予備の電池やコインを入れておくと電池が切れた時にすぐ対応できて便利ですね。ぜひ皆様もお好みのカバーで自分の活動量計を飾ってみてくださいね。タニタの活動量計が気になった方はお近くのお店やオンラインショップでご確認ください。これからもタニタから健康に関する様々な情報を発信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。